はい、皆さんこんにちは、スモカシと申します。今回はフリースピース様より商品提供いただきましたレンマのカホンのご紹介です。それでは今回もよろしくお願いいたします。今回紹介しているカホンという財布は非常に立体的な構造で、箱のような面白い形、コンパクトな形状ですが、なんとカードを8枚も収納できるカード収納特化型のコンパクト財布です。ちなみにカードを8枚入れてもまだまだ余裕のある作り、クレジットカードサイズより少し大きめに作られているため、名刺なんかも収納することができます。普段使いの財布としても、ビジネスシーンで使う名刺入れ兼サブ財布としても活躍してくれそうな、ありそうでなかったコンパクト財布です。外観デザインに注目していますと、左右小刃の部分が二重に出ている。面白い形状。小刃の処理もしっかりされていますし、革の縁の部分には粘引きなんかもされていて、作りには職人さんのこだわりを感じます。裏側のデザインはこんな感じです。表側にあるこの中央のホックがワンポイントアクセントになっています。ちなみにこちらのホックにもイタリアのプリム社の高級なバネホックが採用されており、締める時の音、質感も非常にいいです。これだけこだわりが詰まった財布で税込み 15,400円とリーズナブルな価格です。加えて化粧箱もご覧のようにおしゃれで高級感があります。使われています革はイタリアのミネルバリス仕様。色の展開は全部で何種類ありますが、どれもイタリアンレーザーらしい美しい発色です。今回ご紹介します財布はオルテンシアというカラー、緑と青の中間、綺麗な海のような色合いで非常に美しいです。加えて革の床面、裏側も非常に良い発色、この床面も綺麗に磨かれていますので、ツルツルな手触りです。中を開くとこんな感じ。こちらに2つ折りに畳んだ紙幣を収納します。実際に入れるとこんな感じで、紙幣の頭が少し出る作りなので、紙幣を指でつまみやすく取り出しやすいです。こちらの革のパーツが付いていることで、財布を閉じた時に紙幣が包み込まれて、紙幣がきれいに収納される作りになっています。また収納した際に紙幣に変な癖がつくことを心配される方がいらっしゃるかもしれませんが、この先の部分が少し曲がるだけですので、三つ折り財布特有の変な癖はそこまで気にせず使える点も嬉しいポイントです。紙幣は7枚程度収納することができます。ただお釣りで紙幣をもらった時は折りたたんで入れないといけませんので、数枚同時にお釣りで1000円などをもらったときは少し収納を面倒に感じるかもしれません。財布ではなく名刺入れ、カードケースとして使われる方はここにカードを 2,3 枚入れることも可能です。紙幣を収納した状態でもここに IC 系のカードを1枚入れることで、カードが芯の役割をして裏面に張りが出て綺麗なフォルムを保つことができるそうです。続きまして小銭の方ですが、マチ付きのポケットですので大きく開いて視認性が良く使いやすいです。推奨枚数は15枚ですが、それ以上に入れても問題がないくらい大きなポケットです。加えてこちらの革のパーツが付いていることで、
財布を逆さにしても小銭が転げ落ちないように工夫されています。紙幣をきれいに保つ役割と小銭のストッパー、この革のパーツ一つで2つの役割を果たしてくれる、よく考えられた構造だと思います。最後にカードですが、箱型のカードポケットでクレジットカードのサイズより一回り大きいため出し入れも容易です。こちら推奨枚数は8枚ですが、8枚以上入れても少しゆとりがある作りになっています。カードではなく名刺入れとして使うことも可能です。名刺の場合ですと大体30枚程度収納することができます。コンパクト財布の場合、カードの収納は 5,6 枚が多いため、カードがたくさん入るコンパクト財布を探しの方にはこちらのカホン大変おすすめです。また私自身数日使ってみて気になる点としては、このカードポケットの内側のホックがむき出しのため、一番手前に入れたカードに傷が入ってしまう可能性があるかもしれないということです。デザインが気に入っているカードなどは一番手前以外に入れることをお勧めいたします。今回ご紹介しましたレンマのカホン、気になる方は概要欄にリンクを載せていますので、ぜひ後ほどチェックしてみてください。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。皆さんのコメントや高評価の方お待ちしております。